こんにちは、サトチンです。今回ですね、夏クリスマスおもちゃ、何がね、どういうものが来そうなのか見ていこうかなと思います。それでは行ってみましょう。ざっくり見ますと、手触りを楽しむ感触系トイ、子供心を持った大人向けのキダルトトイ、これは戦隊系とかライダー系もほぼ大人に振り切ってる感はあると思います。おもちゃ最先端、パソコンデバイストイ、子供のお父さんお母さんが常にねスマホを持ってるんで、その子供もねスマホをいじりたいですよね。大人の世界を再現した今時のお店屋さんごっこ、そして大人から子供まで幅広い層が楽しめるゲームの世界はエイジレス、カタカナエイジレス、人生ゲームとかだね。まあボードゲームちょっとね波は越したと思うんすけど、パズルゲームとかコロナ期間の時はかなりねブームでしたね。ボードゲーム、外国人旅行者急増でインバウンド向けトイ、海外の人向けのトイも、まあ、トレンディーなのかな。今回はねちょっとマニアックすぎる動画なのでお楽しみに。さあどこまで撮れるかわからないですが行ってみましょう。はい、それではですね、 7F のバンダイから見ていきましょう。見せられる部分だけ行ってみます。本当にねトップシークレットの場所があるんで、はい、見せられるところだけ行ってみます。新商品ですよね。握ってプクミ、はい、作曲できるみたいな、はい、でハゲとか笑い声とか喋るモードみたいな、あ、すごいですね、それは。握り強さ関係なく、握れば勝手に曲が切り替わって、ゲームモード、はい、握り合いとしていって、こうやって回してて、飲み会とかで、あー、なるほど。へー、ちょっとこれ面白いですね。これ3回までとかあります？そうそう、1回から3回一緒に握っていって、29回目に握ったら、おなんか昔ありましたよね、21までやったらダメとか、1、2、3、4、5、6みたいな。あの目玉が飛び出るおもちゃとかありますよね。そういうタイプもいいですね。殴る、はい、あのもみくちゃ快感っていうふうに言ってるんで、まあ、あの大人の子供も快感にしない。青とまたピンク違うんですね。ユニゾンできるってことですね。ということで、握ってプクミーでした。全2種類。他にはたまごっち、パンマニ、チーカワ、ワンダフルプリキュアやシナプシューがありますね。デデン、ユニトルボーン、身の回りのものがありえない合体。あとは仮面ライダーガチャード、デデン、ゴジラ、ウルトラマン、7月6日土曜日より朝9時配信スタート。ウルトラマンアークだって。あとは絶賛大人気中のブンブンジャーですね。そんな感じでございます。これがバンダイコーナー、見せられる部分。というわけで以上、天下のバンダイコーナーでした。バンダイの次といえば宝トミー、行ってみたいと思います。レッツゴー。さあ続いては宝トミーブースにやってまいりました。見てみましょう。さあ映せるところだけ行ってみましょう。まずこちら、ゾイド No Future からのリカチュア、レトロリカチュア、うわトミーか、100周年記念セット、めっちゃいいね、金ピカよ。
うん、そんでこんな感じ。プラレール、トミカ、トミカ、プラレール。そして黒ひげ、危機一髪。そしてこれ、斬新すぎるこのおもちゃ。4月発売、昆虫大決戦スタジアム。いやいや、なんとかなに、いやいや。で、バトルしていく感じらしいですね、カブトムシとかで。はい、おもちゃ屋が選んだ今年売れるおもちゃ20241、ドリームトミカ、藤子 F 不二雄、生誕90周年。知ってるみんな。ドラミちゃん、コロスケ、パーマ、ポコニャンじゃない、ポコニャン。で、こちらがハンドルドライバー、未だ人気なんだね、ああいう形の。そして今年売れるおもちゃ、何、やっぱりシンカリオン人気ですね。シンカリオン、そしてまた新しくアニメ始まるのかな、やってんのかな。あ、7日からやってるみたいです。なんか今風ですね、シンカリオン。そしてテッ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 テンテン、プラレール、ショーマス。あ、レトロな感じがしますね。絶賛発売中、ゴーゴーショーマス。スターターセットからのこちらが連結 E8K 翼&トミカアーチ踏切セット。はい、今年売れるおもちゃ20241、乗り物動物、やっぱ不動の人気ですね。プラレール、オプティマスプライム、トランスフォーマーでしたね。トランスフォーマーシリーズも見てたんですよね。どのシリーズか忘れちゃったっすけど。そしてベイブレード、はい、ベイブレードコーナーこちらとなっています。ベイブレード X、 ケンちゃんいないの、ケンチャンネル、ケンちゃんどこに行ったんだい。わあ、箱かっこいい。ベイブレード、ポケモンベスト3、キャラクター3、ポケモンバトルでゲットモンスターボール、このような感じになってます。これ安定して売れそうですね、大人でもやりたいってな感じ。ポケピース、ポケピース今大人気、ポケピースで、こちらが人生ゲーム。そして黒ひげ、危機一髪、アスレチックランドゲーム。これね、なんか映えていいっすよね。こうくるくる回して球を登らせて、こうね、トリッキーに遊ぶ、こういう系ね増えてきた。これも安定の黒ひげ、危機一髪、そして安定の人生ゲームですね。に大丈夫ですか。はい、ドールままごとアーツクラフト、に推し活ブームですから、エクステ翼ちゃん推しブルー、推しピンク、そしてからの推しの子のやつ、推しの子リカちゃん、こちらですね、キダルト。大人のお兄さんお姉さんから子供まで好きになりそうなやつ。これが5月発売ですね。さあ、夏のアニメが楽しみです。はい、こちらが大人気、絶賛ブレイクし始めているアイプリです。はい、ゲーセンでもね、切り替えてんの見ました。今これが現行の商品でございます。絶賛アニメ放送中です。はい、こちらがよく見ている、プニルーズ。乗ってもいろいろな人がお仕事やってましたね。指を入れてこのね、キャラクターが動いていくというプニルーズです。まだあるってことはめっちゃ売れてるってことですね。液晶シリーズ第3弾、3月より好評販売中。ちょっと指をね、久々に突っ込んでもいいですか。はい、あー、これ中にね、触り心地がいい、なんかこのプニプニしたものがあるんですよ。例えて言うならば固めのグミ、ぜひね、こう体感してください。プニルンズ知ってますか。パウパトロール絶賛子供に大人気、進出しています。パウパトロールのおもちゃやばいっすね。もう進出してますよ、パウパトロール。知らない方に言うと、立ち位置的にはトーマスとかプラレール、トミカとか、そういう世代の子たちに今大人気です。
プライズのねぬいぐるみとかいっぱいねありますね。すげー、ワンちゃん大人気ですからね。ということでパウパトロールコーナーでした。はい、ということで、タカラトミーコーナーでした。映せないところはねいっぱいあるんですけれども、映せるシーンもいっぱいありましたね。ありがとうございます。それでは次行ってみましょう。ちょっと見ていきますか。こちら側ですね。こちら学研ローリング Q ということで、これ斬新ですよね。このブロック、このブロック昔からあるんですけど、こういう風に動いて、まあ、ピタゴラスイッチじゃないですけど、コロコロ転がって無限機構じゃないですけど動いていくと。でこれが、あ、特別に触らせていただいてます。はい、10月発売予定新商品。こちらが7月発売予定の新商品です。はい、いろいろなね企業の方と話したんですけど、赤ちゃん向け、子供向けが多いですね。子供向けが、うん、でね、チーカーも強いですけども、アンパンマン強いね、アンパンマン、うん、そう思ったよ。こういう風に来ました。どこのブースをレビューできますかね。行ってみましょう。エジストも販売、赤ちゃんや、こちらぷにょぷにょアクリアリウム、ちゃんと言えないけど、これで有名な場所ですね。定期的にね、おもちゃショーとかであったら見かけます。これ楽しいんですよね。やったことあります。あとはおもちゃ、赤ちゃんとかのね、お箸とかスプーンとかも、このエジソンさんは見たことあるのではないでしょうか、お父さんお母さん。ということでエジソン販売でした。はい、続いては気になるアイテム、こちらです。 GP さんの絶壁スライダー、これね初めて見ました。何やらドイツにあったおもちゃらしいけれども、これね個人的にはね流行るんじゃないかなと思ってるおもちゃです。ちょっとやらせていただきますね。置いていけるパターンですよね。え、これあ、できてる。 OK。 ピタゴラスイッチじゃないですけど、こういう風に家でできるんですよね。で、これはい、これね何でくっつかっていうと、スマホケースとかでねペタペタ、俺レビューしたじゃないですか、これくっつくやつ、それの生地に近い、ペタって貼り付けられるんですね。これね家の窓とか壁とかにペタペタできるんで、これ面白いよなって。こちらです。2024年6月末発売です。これね気になりますね。面白そう、ワンチャンあるなこれは、っていうような商品でした。他にはですね、やっぱ今流行りのカズイの、いや今流行りかわからないですけど、今流行ってるのはポーカーですよね。ポーカー、アミューズメントポーカー、そういうやっぱり流行りのもののおもちゃがありますね。昔から結構あるっちゃありますけど、こういう風にね大々的にあるのはやっぱ珍しいというか、今流行りですよね。あとはカタン、ボードゲーム系もまだまだいっぱいあります。こんな感じ。はい、最後にまた 4F に戻ってきました。ここのハイライトコーナー映せないんで、他を映せたら撮っていきたいと思います。はい、続いては天下のメガハウスさんに来ました。みんな知っているメガハウス、ちいかわゲームパーティー、スゴロクとオセロ、4月中旬発売。コモインにからのちいかわのフラフープ、めっちゃ欲しい。最近流行ってるのかわからないですけども、流行ってるのかな、ルービックキューブ、金のルービックキューブですね。そうですね、ここだけ豪華で、あ、従来品で。ちなみにできますか？あ、一面だけ。あ、なるほど、へえ、面白い、ジオードだよ。ありがとうございました。ということで天下のメガハウスさんでした。はい、というわけでいかがだったでしょうか。夏クリスマスおもちゃビジネスフェアでした。本当にね、ファーストインプレッションは結構ね、いろんなところで今時期がずれてるらしいんですよね。こういう開催も秋とかだったんだけれども、今回ね春にやってるということで、結構サンプルが多かったイメージですね。そして映せないところが結構多かった、そして人がいっぱいだった。それではね、また次のいつの日か
おもちゃは見本市ではなく、ビジネスフェアでお会いしましょう。バイバイ。